ベルナール82ベルナール 82B3 ベルナール82は、ソシエテでアビオンベルナールが設計、製造したのフランスの単発単用の長距離、爆撃機である。2機の試作機が製造されただけで量産には入らなかった。ベルナール82は、長距離飛行の記録受立のために製作された、長距離機ベルナール8グレーンを元に開発された。 全金属製のサンザ爆撃機は当時、報復爆撃機として知られ、中翼に配置された型持ち式の主翼に、エンジンは 860HP のイスパノスイザ12、アイブアーズエンジンを搭載していた。試作初号機は1933年12月11日に、ルブルジ空港から初飛行を行い、1934年3月に試作2号機がこれに続いた。試験飛行の間に、 胴体側面の連想ラジエーターは全面ラジエーターに変更されたが最大の問題点は膠着装置であった。引き込み式の膠着装置は頻繁に故障して足が出ないまま着陸することになり、これは解決することなく1935年半ばには試験飛行は中止された。10機の量産契約はキャンセルされた。1936年8月に 試作2号機のエンジンがユンパースユモをライセンス生産した 650HP の CLM リール 6AS に換装された。この航空用ディーゼルエンジンを搭載した機体はベルナール86と解消され1936年9月に開催されたパリサイゴンイヤーレースに参加申し込みをしたが準備が間に合わず廃棄処分にされた。出展。 ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト所言性能武装。ありがとうございます